アリス、ここにいたのか。キリト、みんな心配してたぞ。この近隣に魔獣がいないかを調べた後、すぐ戻るつもりでいました。そうなのか。何か私に言いたいことでも。いや、本当はここに来てみたかったのかと思ってさ。昼間行きそびれたから。ええ、昔この洞窟に私とお前とユージオで氷を取りに出かけた。ああ。そしてここで私はダークテリトリーの土に触れ、禁忌目録違反を犯して氷協会に連行された。私が記憶を奪われ、アリス・シンセシス・サーティとなる分岐点がこの場所だったのかと思うと。そうだ。あれって実は弁当を冷やすための氷を取りに行こうっていう俺の提案が事の発端なんだよ。ユージオはむしろやめようって言ってたんだけどさ。つまりあの事件に関する責任は俺にあってだな。だから謝る必要はありません。おそらくおてんばなアリス・ツーベルクはその時お前の提案に乗ったのでしょう。まあそれはそうだけど。そして人の命を救おうとダークテリトリーの土に触れたのは紛れもなく彼女の選択です。右目の封印を破った今の私はそれが間違いであったとは思わない。ただ彼女がもし禁忌目録を犯さなければ私の意識自体が生まれなかったのだと思うと妙な感覚に陥るのです。そうか。なあアリス、ルーリットに来てどうだった？どうと？いや、俺たち昼間いろんな場所に行ったけどさ、何かアリスの役に立てたかな？ええ、お前たちのおかげで私は自分の原型となったアリス・ツーベルクについて多くを知ることができました。彼女がおてんばな賢い少女でユージオにとって大切な人であったこと、そしてセルカがずっと私、いいえ、私ではなく姉であるアリス・ツーベルクをここで待っていたこと。なあ。それらの事実と同時に分かったこともあります。なんだ？私は決して彼女ではない。どんな思い出を振り返っても私は二度と彼女と同一存在にはなり得ないということです。失った時間と記憶はもう二度と戻らず、私がお前や友情と共有できる思い出は何もない。確かに今のアリスはアリス・ツーベルクじゃない。でも俺たちは記憶なんかなくても大切な仲間だろ。たとえそうだとしても事実は変わりません。私は聖号騎士アリス・シンセシス・サーティ、その魂は最高司祭様によって作られたもの、天界から召喚されたわけでもないという事実を知ってもなお私は人界の守護のため戦い続ける。しかし自分が最高司祭様に作られた存在と知った以上、私は昔と同じ意識では歩めない人形であることを今度こそやめるために。それで騎士としての義務に対して迷いが出てきた？ええ、私はやはり全ての人間を守るべきだという考えにはもはや賛同できない。人が戦う意味も知らず盲目に戦い続けることは不可能であり何より間違いであると感じます。だから彼ら冒険者にもそれを知りたくはなかった。そうか。アリス、もしも気を悪くしたらごめん。あの冒険者たちをメディナに接触させなかったのは意識の書き換え行為がシンセサイズの秘技を思わせるからなのか？はい、私はメディナ殿の行動を見て思わず昔の自分を思い出してしまったのかもしれません。やっぱり最高司祭様によって大切な記憶と家族を奪われ作られた人格で生きることを余儀なくされたこの身、私は聖号騎士として生きる今を不満に思っているわけではありません。しかし誰かが自分の意志を他者に奪われ従順な兵器になることに賛同するわけにはいかない。やっぱりそう考えていたの？はい。お前には見透かされみんなに心配をかけてしまいますね。アリス。何です？俺は今のアリスのこと好きだぜ。
からかわないでください。好きなどとお前と来たら本当に。ほら早く行きますよ。そして翌日、俺たちは情報があった村へ向かうこととなった。